こんにちは、この花の寒月です。今日は着物が着れるようになったらすぐにお出かけができる簡単に結べる半幅帯の結び方をご紹介したいと思います。カルタ結びという結び方です。形はこちらになります。それでは早速始めていきたいと思います。今回は、床に垂らす部分なんですけれども、だいたいご自分の手幅いっぱいと思ってください。中心から手幅いっぱいぐらいですね。はい、下ろしていただいて、このまま2周巻いていきます。下ですね、帯の下をぐっと引きます。そして今回は、ちょっとこのカルタ結びでも帯が緩みやすいっていう方がいらっしゃったので、緩みにくくするコツとしてピンチを使用していきます。はい、ピンチで留めますね。脇を留めます。で、垂れ先を、でこの垂れ先もこう入れて下から引っ張り出すのが難しいって言われますので、この垂れ先の入れ方ですね、手でちょっとこう持っていただく感じ、こう入れた時にちょっと先が折り返るような感じですね。この形で入れてください、はい、そうしますとスルッと出しやすいです。小さいコツなんですけれども、やっぱりちょっとこういうのを分かっているとストレスになりませんので、よかったら参考にしてみてください。はい、そうしましたらピンチこちらずらしますね。で、この今入れる状態の時で帯がどうも緩んでくるようなので、緩みやすい方はピンチをご用意して止めて、帯垂れ先を入れるっていうのを覚えておいてください。はい、そうしましたら今回は人への羽なんですけれども、ここから折り返します。はい、そうしましたら、ご自分のお好みの羽の大きさですね、だいたいこれぐらいかなと決めましたら、この位置手に持っていただいて一旦広げます。この中に折り返す方法がちょっとわからないって言われるので、今回してみたいと思います。で、余ったものを小さめに畳んでください。こういうふうに畳んでいただいていいです。そしてこの、最初大きさ決めたところに折り畳んで入れていただく感じですね。この形になります。で、垂れ先を上からかぶせて完成になります。垂れ先をしっかりちょっと下に出るぐらいの感じで引っ張り出してください。はい、そして中に折り返します。で、ピンチ外しますね。で、帯を回していただいて、帯板を入れていただいて完成になります。はい、こちらです。大人世代でも可愛く上品に結べる帯結びです。よろしかったら参考になさってみてください。本日もご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録、温かいグッドマーク、どうぞよろしくお願いします。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。本日もありがとうございました。